結構飛ぶね。こんにちは、ナナです。今日は新しく買ったドライバーを紹介します。じゃあちょっと今まで使ってたドライバーはカバーはちょっと違うんですけど、おじいちゃんからもらった骨董品のドライバー使ってました。マルマンさんのドライバーです。多分メルカリで見てみたら2000円くらいで売ってるんで見てみてください。ちなみにこれは売りません。で、ちょっともうヘッドの大きさを見比べてほしいです。でね、新しく買ったドライバーはもうお分かりだと思いますが、よいしょ、ででーん、ゼクシオ11買いました。 12.5 度のやつを買いました。で、シャフトはゼクシオの純正のやつ、フレックスは A をチョイスしてます。どのドライバーを買えばいいかとか、フレックスをどうすればいいかっていうのは、いつもお世話になっている井本さんと万代さんにアドバイスをいただいて、満場一致でゼクシオの11のフレックスは A を買ったらいいんじゃないかっていうことだったんで、もうそれで買いました。じゃあちょっくら打ってみようか。キープ。ゼクシオの新しいドライバー買いました。じゃあ、いや、記念すべき1球目打ちます。感覚変なんだけど、はい、棒だふりなんかだいたいこっちの今まで使ってたドライバーだと、まあ、よくて170-180くらいだったんですけど、まあ、ちょっとプラス5から10まではいかないかもしれないけどくらいはやっぱり飛びます。で、このヘッドの大きさの違いを見てほしい。全然違くないですか。職場の先輩たちと一緒にラウンド行った時に、それ3番ウッドって聞かれたことあるんですけど、ほんと多分それくらいの大きさなのかな。3番ウッドにしてはちょっと大きいかもしれないですけど、親子みたいだね。わーわーわー、お父さん、わーわーわー、お母さん、全然もう大きさが全然違う。とも長い、ちょっと長いな。2センチくらい、ちょっと新しいドライバーの方が長いかなっていう感じで、いまいちこれとこれしか使ったことないから他のドライバーと比べるとかできないんですけど、まあ、ただやっぱヘッドが仕事してくれる感はある。こっちはなんか頑張って振って頑張って、あ、いい球打てたみたいな感じだったけど、こっちはスッと振ったらスッと、なんか音もめっちゃいいしね、カッキーって飛んでく感じが、すごい仕事してくれる感じがとてもお気に入りです。ゼクシオの音、名付けてゼクシオンというらしいです。
がだいぶお気に入りです。なんかアイアンもゼクシオで揃えてるんですけど、やっぱねゼクシオは飛ぶし打ちやすいし音もいい。100切りしましたけど90切りに向けてゼクシオとこれから共に成長していけたらいいなと思ってます。まあ、次買うとしたらウッドとユーティリティかなと思ってます。せっかくドライバー買ったのでドライバーに合わせたものを買っていけたらいいかなと。初心者セットのこのまだキャロウェイの8本セットハーフセットのやつ使ってて、5番ウッドと6番ユーティリティのやつを使ってる感じなんですけど、まあでも皆さんご存知だと思いますが6U は相棒として私と共に戦ってくれてますけど、まあもうちょっとレベルを富士切りに向けて、まあそろそろいい他の出会いがあればいいなと思ってる感じです。ドライバーゼクシオを買ったんで、まあこの流れでいくとウッドもユーティリティもゼクシオになるかと思います。12月に入ってゼクシオの新作も出たところなので、あんまり新作にはこだわりとかないんですけど、まあ、ちょっと安くいいものを買えたらいいかなと思ってるんで、11とか、まあ、今回もこの11買ったんで次もこれこの辺も11で揃えていけたらいいんじゃないかなと勝手に思ってます。いろいろ視聴者の皆さん次は何のドライバー買うかみたいな予想してくれてたと思うんですけど、中にはメンズのドライバー買うんじゃないかみたいなこと言ってくれてる方もいたんですけど、そのコーチたちにもメンズクラブにするかこのレディースの硬いやつにするか、なんか結構瀬戸際らしくって、でも冬になると寒くって触れなくなっちゃうからそれを加味してまだ今回のこっちの、フレックス A のやつレディースのやつでいいんじゃないっていう助言をいただいて決めました。打ってみようか。だいたい180ヤードに着地するくらいの距離です。はい、ということで、今日はおニューのドライバーを紹介しました。この動画がいいなと思った方はグッドボタンもあとコメントもお待ちしてます。では次回の動画も楽しみにしててください。バイバイ。
ヨボヨボのヨボヨボのおばあちゃんなんじゃ。